地球を美しくするのも、お肌を美しくするのも、その心は一つ。あなた美しく、心美しく、免疫美容の心です。免疫美容ではたくさんの化粧品は必要ありません。お肌は排泄器官、栄養はいらないと思います。お肌の免疫を知れば、美肌にはペプチドアミノ酸とアルカリが有効と考えます。免疫美容0120よろうよいサロン。女性は美しさを保つためにお肌のケアは欠かしません。化粧水、乳液、美容液、ナイトクリーム、アイクリーム。でもちょっと待って、そのスキンケアの常識間違っていませんか？お肌が持っている自分の力で綺麗になる能力を弱らせてはなりません。美肌の鍵は免疫。入れるのではなく出すケアで肌本来の美しさがよみがえります。免疫美容の島野代表にお話を伺いました。島野社長は実際ご年齢を私聞いてすっごくびっくりしたんですけれどもそのなんか透明感のある肌を見て、さっきからわーとか毛穴がないみたいに見てるんですけど、ね、このお肌っていうのは体質遺伝があります、ね、ほとんど色が白いか黒いかね、キメが細かいか、これ体質遺伝ですよね。それプラスそのランゲルハンスをいかにね、ランゲル君を痛めない生活をするか、もう自分の肌本来の働きをきちっとさせる、これはもう本当にアルカリの石鹸で洗って潤いをあんまり与えないでいれば本当はいいんですね。そうすると自分の持ってる潤いが出てきて、ランゲル君を元気にするペプチドアミノ酸ってありますけども、それだけで、まあ、基本的にはいいと考えてます。実はご本の方で50代の私と現在の私の写真があったんですけど、あの頃っていうのは先生はじゃあもうお化粧品を使いまくってた。もうね、機械でね、高い機械を買いですね、あの時はエステやってましたから、はい、高い機械を買いですね、高い美容液をねいっぱい塗って浸透させる、ね、浸透させたらお肌改善するって思ってたんですね、はい、思って もう大抵の方が、うん、そう思いますよね。思います思います、うんうん、もう、うん、中に入ってけ入ってけってどっちかっていうとう、ね、そっちしか考えてないですね。そうなんですね、お肌は出すとこですから、だから皆さんに今言ってます、お尻は排出器官ですよ、お尻から何か入れますかって言うと、うん、うん、なるほどって言います。はい、うん、お肌も出すとこです。出すいかに出して自分の潤いで守るかっていうことが大事なんです。お肌の健康を保つコツは入れるのではなく出すこと。では肌トラブルにならないためには何に気をつければよいのでしょうか？実はランゲルハンス細胞を健康に保つことが美肌の鍵なのです。ランゲルハンス細胞は表皮にあってセンサーの役目をしているお肌の見張り板のようなもの。この細胞が弱るとお肌のトラブルの原因になってしまうのです。弱る原因には加齢、合成界面活性剤、紫外線などいろいろな原因が。拡大図を見るといろいろな触手がたくさんありますが、その中にアミノ酸レセプターがあり、ここにペプチドアミノ酸が結合することでランゲルハンス細胞は元気になるのです。皆さん栄養を入れる、つける、そしていろんな技術をする、それによって綺麗になるって思ってたわけですよ。で、私ももちろんもうお手入れをしてですね、いろんな栄養を入れて、
それでお肌が改善するって思ってたんですね。それがとんでもなくですね、逆のことをしてたっていうことがちょっとしたアクシデントで分かったんですね。溶液をいっぱい塗って機械で導入するというやり方をいたしました。そうしましたらものすごいもう爆発をいたしまして、もう真っ赤になってアトピーのようになってもうすごい苦しんだんですね。で後から分かったことはその時にたくさん入れてしまった、お肌は出すとこだったということなんですね。逆のことをしましたので免疫はですね出そうとするわけですね。そのために痒くなったりですねリンパ液が出たりいろんなふうにするわけです。島野社長はこの美容業界に入られたきっかけというか、なんしちゃいけないよね。自分の肌がね非常にね小さい時から非常にトラブルだらけ。もうトラブルですか？もう中学生ぐらいから、はい、もうニキビはできるし、はい、もうそれがいつもいつもできるわけですよ。なんで私だけできるのかなっていうのですごく興味持ってましたね。中年に本当30ちょっと過ぎた頃からなんか目の周りからシミシワができてくる。なんでだろうと人より早いなっては思ってましたね。じゃあもう本当に若い頃から、うん、もう肌とか美容のことに興味があって、汚いからね綺麗になりたいって思ったんでしょうねきっと、うん、それでこの免疫美容、免疫っていうのはね皆さんが本当に持ってるものなんですけど自分の肌の働きっていうことを忘れてしまって、うん、いろんなことをやりすぎちゃってるやりすぎだと思うんですね。いろんなお手入れをやりすぎっていうことですね。そうですね、お手入れのやりすぎもあるし、うん、化粧品の使いすぎ、使いすぎ、お肌ってね汗を出したり、はい、油出したりね、はい、赤を出してね、はい、いろいろ出してます。毛穴からっていうことですね。そう、毛穴から油を出すでしょ、はい、で生まれ変わって剥がれ落ちて赤が出るでしょ、はい、で毎日ですね 200g ぐらいのですねそういう排泄物があるんですよ。でそういうところなのにいろんなものをつけて入れちゃうというのは出さなくなっちゃう。ランゲルハンス細胞って免疫細胞があるので、それが痛むと肌はトラブル。やっぱり本来持ってる人間のその力っていうのをやっぱりみんな見直さないといけないということですね。そうなんですね。だから自然免疫とね、うん、獲得免疫って免疫にはあるんですけど、自然免疫はみんな忘れちゃってるんですよ。生まれた時から持ってますから、これも忘れてしまってる。でもこれがとっても大事なことで、健康にもお肌にも基本なんですね。女性はいっぱい年取ったらいいものを使い、高いものを使い、ね、リッチなものを使わなきゃいけないって思ってます。なんか高ければ効くみたいな感覚になっちゃう。そういうのではないんですね。間違ってお手入れをしてるとランゲルフを痛めてもっとひどくなりますよっていうことを皆さんに知っていただきたいと思うんですね。今日は本当にすごくためになる話を聞かせていただきました。島野社長、今日は本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。地球を美しくするのもお肌を美しくするのもその心は一つ。あなた美しく、心美しく、免疫美容の心です。免疫美容ではたくさんの化粧品は必要ありません。お肌は排泄器官、栄養はいらないと思います。お肌の免疫を知れば、美肌にはペプチドアミノ酸とアルカリが有効と考えます。免疫美容0120よろうよいサロン。